でいい感じで生えてきます。これひまわりと塩爆野生種を APV のタンクの中でミックスしてハッシュしたところです。これがひまわりで、これが塩爆野生種です。まあまあ綺麗に生えてるでしょう。こんな感じで、まあ、割合をね自分の好きなようにうまく咲けば綺麗な感じになると思います。ひまわりもだいぶ大きくなりました。これねひまわりと塩爆の根盤です、ね、ここの近くにね地元の神社があるんで、こうなんか神社に奉納できたらいいかなと思って今年は計画して巻いてみました。このひまわりの黄色と緑、それが僕はすごい好きなんですよね。なので最近ひまわりと塩爆の根盤をよく巻いてます。金婚金 VA 金婚金っていうのもね寄生してくれるんで、リン酸を吸収しやすくしてくれるんですよ。そういう効果がひまわりの緑肥にはあります。はい、ここね塩爆野生種巻いたとこです。生えるとこんな感じです。結構ちょっとね均一に生えます。綺麗ですね。力見てもこんな感じ。これを2ヶ月ぐらい育ててからすき込みます。すき込む時もレムケンのディスクですき込みます。あれから2週間ぐらい経ちました。今日はね9月9日です。綺麗に生えてるでしょ。こんな感じで生育します。まあ、10月のね中旬ぐらいに緑肥すき込みたいと思います。